週末はお家で美味しくうち飯です。今週は松井さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は熱々レシピ、今日はみたらし焼き餅です。はい、中力粉とお水で作った生地に煮豆とかぼちゃを混ぜて焼いた焼き餅に、うん、みたらしあんをかけた簡単おやつです。ぜひ熱々を食べてください、うん、はい、それではお願いします。はい、まずは生地ですね。はい、一応これ中力粉なんですけど、うん、中力粉もしない場合は、うん、薄力粉と強力粉を半々にしてくださってもいいですし、あとはね、ないっていう場合はですので、まあ、適当にこう、まあ、ある粉でやってください。薄力粉と強力粉は意外にあったりしますからね。そうそうそう、はい、そういう時には半々にしてくだされば、それで、お水、まず 100cc とありますが、はい、その粉のね状態によってちょっとね、ちょっと違うんですよ。そうだから、100からだいたい150ぐらい入れて見てください。それでこういうふうにね、少し天ぷら粉よりも若干、そうですね、餅っぽい感じ。そうそうそう、少しこう固まってるよね。全然ゆるゆるじゃないですか。そうです、そうです。100グラムに、なんかなる感じしないですね。そうでしょう。調整しながら入れてみてください。そうなんですよ。あとで食べてみてください。そうすれば、あ、お餅だ。餅って言いながら小麦粉なんですもんね。そうなんです。今回はね、手短にあるように米粉じゃなくて小麦粉にしています。それでももちっと感が出るってことですよね。だいたいこれを半分、もうあっという間、簡単、あっという間、そんなにね、一生懸命混ぜなくて大丈夫です。本当ですね。はい、あとこれに今回は、煮豆、うん、はい、もしね自分で煮て余った場合はこの汁も少し入る場合は粉の状態を少し考えてくださればそれでいいです。調整効くわけですね。はい、これだね。でも出ましたが、はい、今回うち飯でも豆を使ったやつになります。山形の風紀豆、残ったらこれって入れてしてると、はい、でも自分でも作れるってことですからね。豆の仕事もう一つはね、かぼちゃ、かぼちゃ、煮てこう余ったなっていう部分の時にかぼちゃ、これ1センチぐらいに切って、そしてこれもザザッと混ぜてください。豆が 90g、 かぼちゃの煮物は 100g 今回使っております。そうそうそう、この方がね、いかにこう中の具材も楽しめるという感じでいいんですよ。ちょっと食べたことないかも、焼き餅。焼き餅ね、多分ね、昔、私が小さい頃、昔と言いますか、小さい頃結構こうおやつに、おばあちゃんが作ってくれた部分ですね。おばあちゃんの味。そうそうそう、そうすればこのフライパン熱しておいて、それに油を入れて、はいはい、それに単純にこれをこうすくって入れるだけ。あ、そうか、お好み焼きの生地みたいな感じだ。そうです、そうです。なるほど、なるほど。そうなんですよ、ね、少しこれは油を多めに入れた方がいいんですか。少し多めにやった方がいいです。そうするとね、はいはい、カリッとして美味しいですよ。ここもちょっとお好みでという感じですかね。手前からでした、はい、大きめで食べたい。いや、大丈夫、すいません、全然大丈夫ですよ。かぼちゃを手前にします。はい、かぼちゃ焼いていきます。かぼちゃ食べたい。食べない。あ、かぼちゃと豆をもう最初からミックスしてでもいいわけですよね。それでもいいです。両方楽しめるように、はい、なんかいろんなアレンジも、ね、できそうですよね。そうそう、大きさもね、あと自分でその人にこう、うん、合うように。あ、そうか、はっきり言ってね、大きくガバッとガバッと作ってもいい。作ってもいいです。切ってもいい、はい、でも一口サイズの方が、そうですね、食べやすいし、ただ今回はね、つまみやすいように一口サイズにしてます。なるほど、はい、へえ。これでちょっと楽しみだな。焼いていくということですね。そしたらば今度蓋をします。はい、もうすぐ蓋しちゃっていいんですか。はい、蓋をすぐしちゃっていいんですか。すぐしていいです。はい、蓋をすぐしてください。そうするとね、だいたいこう2分ぐらい、今日はねもうフライパンも温まってますからですけど、中火ぐらいで、そうなんですよ。そうすると、こう脇がこういうふうに周りが少し透明に白っぽくなってくるじゃないですか。そうしたら、ひっくり返してください、はい。普段皆さんお餅とか家で食べたりしますか。餅は食べますよ。ね、ね、大好きですけど、腹餅がいいから。いいですね。どんな風に食べます、高田さん。私は豆餅が好きなので、やはり豆餅を次焼いて、豆餅を買うんですね。
瀬子さんは。僕はね、あの焼き餅、焼き餅は焼かれたくないですけど、焼き餅は大好きですね。ちょっと難しい。難しい、ちょっと難しいって言われちゃった。焼かれたくないんですか？焼かれたくないんですか？あ、そっちの方。そっちの方焼かれたくないかなと思いますけどね。あ、ね、うん、あと具材的にね、あの人参、人参ね、人参を細かくして入れて、お砂糖を少し入れてやっても、ちょっと変わりだでね、いいですよ。なるほど、野菜嫌いの子でも食べられそうです、ね、そうですそうです。では甘いと、また、うん、はい、新しい作っていきましょう、はい、餡を作っていきます、はい、餡を作っていきますね、はい、そうすると、こちらはお醤油、はい、みたらし餡ね、結構皆さん難しいかなとか面倒だみたいに思うんですけど、うん、簡単にお醤油とお砂糖と、はい、醤油、砂糖大さじ2です、はい、で片栗粉も入れて、片栗粉最初に入れちゃうの、大さじ1です。最初に入れちゃいます、はい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 、これ後で入れるとね、かえって難しい部分があるから、最初にね、あのこういう風にして入れて、先にもう溶かしちゃうんだ。溶かしちゃうんです。あ、なるほど。そうするとね、100cc です、あの失敗なく、はい、あのダマになりにくく作れます。そうか、はい、ここでね、完全に溶かしてから火つける。そうですそうです、ある程度溶かしてから今度火をつけます。そしてここで今度はね、離れないでください。離れない、火から離れない。あ、ちょっとドキッとしちゃってます。ずっと混ぜとく。ずっと混ぜとく。あ、そうか、手止めると、うん、焦げちゃいます。ダマになっちゃう。ダマになっちゃうんですよ。そういうことか、うん、だからね、こう滑らかなあのみたらしを作るとすると、うん、ここでこう、そうか、ずっとかき混ぜ続けて、かき混ぜて、でね、ちょっと時間がね、ある時になるとね、こう沸騰してくると、ああ、こうだんだん透明になってくるんですよ。今回ここがポイントとなります、はい、よく混ぜながら火をつけてください、はい、そうなんです。これね、そうするとあとこう量、あの今回のね、餡はね、結構しっかりめの餡になります。うん、それで来ましたね。はい、来ました。トロトロ来ました。あ、いいですね。はい、こうなってきたら、だいたいね、ここで終わらないで30秒ぐらい。あ、かき混ぜる。かき混ぜる。あ、まだ白濁してますもんね。そう、少し。小麦粉、ね、小麦粉じゃない。片栗粉に火入れないとね、ちゃんと、ね。そうなんです。いい感じですね。もう前さんは分かってらっしゃいますが。すごい。粘り強くね。うちでも作る。ここでね、だいたい30秒から1分はこういうふうにかき混ぜてると、お餅の方はどうですか？焼けてきましたか？お餅の方はね、そろそろ、うん、お大丈夫みたいです。はい、焼けてきました。はい、焼けてきました。うん、あ、焼き色つきましたね。はい、あ、美味しそうですね。本当だ。はい、かぼちゃの色も綺麗。そうか、あ、そうか、でもやっぱ分けた方がおしゃれだね。そうですね、2種類、ね、豆とかぼちゃと、まあいろんな種類のものね。いろいろやってみたい。ちょっと衣がついちゃった。こういうふうに結構こう、焼き目がついてますので、うんうん、はい、じゃあ盛り付けます。はい、盛り付けていきます。これはね、あんかけをたっぷりかけてね。そうですね、みたらしっていっぱいこうつける瞬間って嬉しいですよね。さすがスイーツ好きな、ね、みたらし団子いつも食べてます、ね、確かにたっぷりがいいですね。忘れてました。いい香りがする。はい、どんな食感なんでしょうかね。そうですね、私どうだな。そっか、いい香り。はい、でその上にみたらしをかける、みたらしをかける。はい、これにかけるとこ、あ、たっぷり、たっぷりお願いします。あ、はい、とろいいですね。うん、あ、おお、そんなに見た目もよくできますね。たっぷりたっぷりかけました。あ、ありがとうございます。はい、いいですね。うわ、僕なんかのためにすいません。長谷川さんのためだったんですか。そうです。はい、こちらで完成になります。はい、熱々で食べたいみたらし焼き餅、この後みんなでいただきます。うちめし、今月は熱々レシピ、今日はみたらし焼き餅です。それではいただきます。いただきます。いただきます。皆さんどっち食べますか？かぼちゃ。かぶ。私はじゃあお豆いきましょうか。ね、さつまいももね、本当にいいですよ。いろんな具材でこう試してみてください、うん、簡単に混ぜて焼くだけという、うんうんうん、もちもち。このムチムチした感じ、うん、いいですね。それがやっぱりね、どうしてもこう中力粉っていうか、今回中力粉って書いた部分がそこなんですよ。あ、なるほど、そうなんですね。そうなんです。これでも、あの正直みたらしなくても美味しい感じがしますね。
子供だったらね、手が汚れるから、うん、そのままつまめるには、うん、みたらしなくてもまだいいですけど、せっかくまたみたらしをかけて、うん、簡単にみたらし作れますから、うんうん、なるほど、みたらしたっぷりかかってね、柔らかいお豆の食感ともすごい美味しいですよ、うんうんうん、ムチッと感がね、やみつきになりますね、うん、これやろう、良かったです、うん、素朴な、うん、本当に素朴なおやつなんですよ、うん、ちっちゃい僕が食べてきた、簡単にね、作ることができます、うん、ごちそうさまでした。それでは材料の確認です。みたらしあんはよくかき混ぜながらとろみをつけます。煮豆やかぼちゃの煮物で作るみたらし焼き餅、ぜひお試しください。今日のレシピは番組の放送終了後、サタナビホームページでも確認いただけます。